今は関わりはなくなっちゃったんだけど、まあ前にそういうお友達グループの中にいたとある男の子がいてですね、仮にその子 A 君だとしましょう。今はもう関わりはないんだけど、まあ前に仲良かった A 君がいて、でその A 君となんか私はなんか昔すごい仲良かったよね、やってたんじゃないのみたいなことを結構冷やかされていて、もうずっとね。で、わっちはずっと、いや、本当にないよ。本当全然ない、ない。ただ仲が良かっただけ。別に、はみたりしゃぶったりとかしてないよって、ちょっと言ってたんですけど、実を言うと、しゃぶってたんですね。わっちは A 君を一度だけまでしゃぶったことがあって、でもなんかちょっと嫌だなー。なんか、しゃぶってたって思われたくないなーってわっちはずっと思ってたから、そう、みんなにいじられても、いや、ほんと A 君はしゃぶってない、マジでマジで、仲良かっただけ、全然違う違うって言ってたんですけど、いやけど結構その飲んでる時に途中で B 君が ほら夕霧ちゃんはね、A 君しゃぶってたって聞いたよみたいな、そのあれでしょ、生理だったから しゃぶるだけにしたんでしょみたいなのをなんか言ってきて、で、マッチもブチ切れたわけですよ。おい、マジかよ、A は何を言ってんだよって、マッチがそれでブチ切れてたら、P 君が、あ、そうなんだ、かまかけただけだったのにって言ってきて、もう本当に最悪だった。綺麗に釜にかけられたし、やっぱその、なんだろうな、酔っ払ってない時だったら、いや、ちょっとね、A 君しゃぶってたってなんか聞いたよって言われても、いやいや、それは嘘だよ、嘘嘘嘘、全然絶対ない絶対ないって、多分酔っ払ってなければ言えたと思うんですけど、いやー、酒はやっぱ自白剤ですね。本当に最悪、本当に絵に描いたように引っかかった。もうやだな、これからもうずっとそのグループで A をしゃぶった女って言われるんだろうな、超やだな、超やだ 本当に。いや、でも本当にはめてないから、本当にはめてないから、まあそれだけは別に、まあ今後なんかさらにまたかまかけられて あれでしょ、結局でも夕霧は A とはめたんでしょって言われても、いや、本当にないです、本当にしゃぶっただけですって しゃぶっただけですっていうようになるわ、もう最悪。いや、そのなんかでもなんか結構前の話だったから、なんかその、いや、生理だったのかな、何だったのかな、ちょっともう忘れちゃったんだけど、でもなんかその生理だったからしゃぶっただけなんでしょっていう、そのなんだろう、状況がすごいこう詳細に感じたから引っかかっちゃったんだよね。いやー、マジでちょっと久しぶりに最悪だな そう、はめてないけどはめられ、誰がうまいこと言えと 誰がうまいこと言えと、いやー、マジで最悪、本当に最悪、超やだ でもさ、その過去にしゃぶったって言ったってさ、そのもう、じゃあそのしゃぶった時のベロとはもうその細胞単位で言ったら多分違くなってると思いますよ、もうその A 君をしゃぶった口内ではもうないと思いますけどね、いろいろ変わってね ダメですか、ダメですか ダメですか。いや、そうな、友達は友達のままがいいよ。やだやだ。本当にその友達グループは男女だけど、他の人は絶対にしゃぶらないようにしようって心に誓ってるから。あ、そらてさん、どんまいビールありがとう。どんまいビールいただきます。ありがとうございます。でも過去のわっちとはもう、ま、もう別の人間なんで、もう違います。
や本当に一時期はさ、なんかそのちょっとでも仲良くなったらすぐしゃぶっちゃう、すぐはめちゃうみたいな人間だったからさ軒並みこうね人間関係クラッシャーだったけど、今はなんかもう落ち着いたな、ようやく。マジで男女に友情なんかないと思ってたもんね。今はあると信じられるけど。はい、こんばんゆう。いやだって、まあ、男女じゃなくてもその自分がね性的対象、性的に対象だなっていう人と二人きりにされたらしゃぶっちゃうでしょって思ってたんですけど、まあ今はまあそういう対象の人物であったとしても、まあ本当にお友達ですねって言えるお友達がいるのは幸せなことですね。うん、はい、こばゆー。結構本当に一時期人と出会うたんびに、ああ結局あっちもういつかはこの人と跳ねちゃうんだろうなってなんか漠然と思ってた時期あったな。そのぐらいふざけてた時代がありました、あっちにも。でもその時にやっぱりそのね、だからしゃぶるだけならいいやっていう、あれが見えますよね、その過去の行動からね。別にしゃぶるだけなら性病もなんかなったりしないし、妊娠もしないしいっかなみたいなので、ちょっとフランクにしゃぶっちゃってたなっていうことですよね。やっぱ知識がなかったですからね皆さん。生でしゃぶれば性病は感染しますからね、全然ね。下にはめる時にだけ気をつければいいというものではないわけですよ。うん、なのでね、まあできるならば何かこうゴムとかね、その直接舐めない方が安全ではあるんですけど、まあ世の中なかなかそんな綺麗事ばかりではいかないわけであって、直接しゃぶったことがあるのならば、直接しゃぶるのならば、せめて、性病検査は行こうぜっていう、まあ後でもいいから、そういうことがあった後でもいいから、行かないよりは行った方がいい絶対で、治るから、別に性病だったとしてもちゃんと治るんで、なんかもしもこれで性病検査行って、HIV とかね、だったらなんかもう一生の終わりみたいになるから知りたくないなっていう気持ちはね、わっちも経験があるからすごくいい、分かるんだけど、もう行けば大丈夫、子供も作れるようになりますから今時は。ぜひぜひ行ってください、性病検査に。うん、無料でできますんで、匿名で。証明書が欲しい場合は自費診療になっちゃうんで、まあ、1万円から数万かかっちゃうこともあるんですけど、別に証明書もいらないです、自分が健康かどうかだけ知りたいですっていう場合は匿名無料でね、地方の自治体とかでできるんで、ぜひ